あ、そうだ、その前にちょっと1000円だけガソリン入れよう。ちょっと高いからね、うちの近くのガソスト高いから1000円だけ。まあ2000円ぐらい入れとくか。まあ1000円じゃちょっと心もとないんで。コピーさん、ガソリンスタンド近いの？いや、もうすぐそこにあります、ね。森正幸さん、140号走ってればダム出てくるよ。ヒサメタルさん、裏山ダム？なんていうダムだか忘れた。名前忘れたけど。秩父のなんか山奥のとこにあるね。オムラツイストさん、ホースマンしないでね。コピーさん、そうなんだ、ありがとう。ハッピーハッピーさん、ここら辺に学校あるの？徒歩で何分かかって通ったの？森正幸さん、山奥なら滝沢ダムだな。ヒサメタルさん、1000円で6リットルくらいかな。滝沢秀明の人生って面白いのかな、やっぱ。まあ、いや、とりあえず。みかん支配人さん、裏山ダム。コピーさん、アクアが見てる。コブラツイストさん、ホースマン入れっぱなしで走らないでね。ハッピーハッピーさん、赤信号の人生の方が面白いぞ。コピーさん、あったね、事件。コピーさん、食らうんだよね、黒色の。猫番さん、慎吾さんの人生の本あったら買うかも、わら。コピーさん、こわわらわら。コピーさんがミラジーノ。攻めすぎや、ロー LV36 さん、銀行丸と。コブラツイストさん、奇跡クリエイティブに入社したい。ハッピーハッピーさん、本買うわら。森正幸さん、ガソリンの値段気にするなら無駄遣いの方を気にしろよ、わら。鎌倉さん、今井花って不倫して消えたよね、秩父の有名人。え？じゃあ2000分だけね、ガソリン入れたんで。コピーさん、わらわら。じゃあちょっと秩父のダムの方行くか。コブラツイストさん、関さんみたいな男になりたい。コピーさん、そうなんだ。秩父のダムの方行きます。猫番さん、関慎吾さんの人生の生き方思ったけど、今から行ってももう暗くなっちゃうんじゃない、間に合うかな。コピーさん、羨ましい。間に合う思ったんだけど、今から行っても、まあいいや、行ってみるか。暗くなっちゃわない、日を改めた方がいいんじゃないのかな。カツカレーさん、大丈夫、明日行く。森正幸さん、まだ間に合うよ。もう下手したらちょっと暗くなっちゃうもん。行ってから考えろ。じゃあ鎌倉さん、今井花は不倫して事務所をクビになりました。あ、そうなの。ヒサメタルさん、あと1時間ある。え、今井花って何、不倫して何事務所をクビになったの、マジで。あれしはあのなんか秩父のあの相性人でしょ、モデルだかなんか。
あ、そうなんだ。へえ。コティさん初めて聞いたわら。うん。カツカレーさんテラハのか。あ、そうなんだ。なんだっけゴールデンボンバーだっけ、誰だっけな、なんかのメンバーもなんか不倫だかなんかしてあれなんでしょう、自粛活動だっけ、なんか誰だっけな、忘れちゃったけど。森正幸さん歌広場。あ、歌広場、ゴールデンボンバーか。ハッピーハッピーさん不倫したらクビになるんだ。ゴールデンボンバーってさ、めめしくてぐらいしか多分世間に知られてないよね。それ以外もそれ以外は売れたんだろうけど、めめしくて以外の曲がほとんど多分世間に認知されてない気がする。そう考えたらさ、売れ続ける人ってすごいよね。サザンオールスターズとかマジすごいなと思う。ハッピーハッピーさんもっといろいろあるよわら。サザンオールスターズってマジでヤバくない？だってさ、サザンって多分相当昔からさ売れ続けてさ、しかもさ老若男女の問わなくない？男も女もあんま問わないし、サザンとかさチューブもショー、小さい子もうほんとなんつうの、それからもう小学生とかでも聞いてるやついるでしょ、中学生とかも全然いると思うよ。ボリンさんミスチルも、あ、ミスチルとかも確かにそうか。コピーさんかっこいいよねわらわら。でもサザンとかも結構いい年なのにね、もうね、それなのに受け続けるっていうのはもう、小さいさ人から大きな大人たちまで受けるっていうのはすごいよね。ハッピーハッピーさん夏といえばって感じ。コウカコラトックさんのどかだけど田舎だねわらわらわら。コピーさんへすごつくつくだ。でサザンの曲とかも大体もうなんか大体どれもわかるじゃん。サビぐらいだったらみんなわかるでしょ。で俺普段聞かないから別にそんななんか A メロ B メロとかまで歌えてたら歌えないけど、サビのとこぐらいだったら大体わかるじゃん全部。ハッピーハッピーさん便所太郎。コピーさんし超言葉にご用心。コピーさんこれ好き。そういえばなんかね、ジャニのチャンネルたまに見てるんだけどね、 YouTube のなんか事務所から NG はなんか1回か2回ぐらい食らったことらしいけど、あれ動画を全部ね二宮が編集して一回やっぱ事務所の確認とか取るらしいんだけど、でも大体は許してくれるらしいんだけど、コウジさんゲトス。なんか普通にジャニのチャンネルの最近の動画でなんかヤマピーとかの名前出てきたの、あと錦戸とかの名前、まあ、要するにジャニーズを辞めた側の人間の名前が出てきて、あ、それって別に名前言っていいんだとか思って、なんか辞めた人って結構なんていうの、もう名前すら出すんじゃねえみたいな。うさぎさん最近東京を行ってる、なんかそういう圧力ありそうじゃん、なんかジャニーズ事務所って名前すら出すなよみたいな。
ホティさん、ジャニーズ事務所ネーム。まあ、スマップとかもなんか森くんとかね、ちょくちょくなんかその事務所の方針に逆らいながら言ってる感はたまにあったけど、しかもヤマピーとか錦戸とかってやめてそこまでまだ間もなくない、まだ1年とか。炭酸オートレーサーの森さんの話はしないが、なんか事務所入ってて縛りがなくなったからこそなんか楽しめる部分もあるよね。なんかあの新しい地図の3人とか見てるとさ、普通に森くんと共演とかもしてるもんね。でもキムタクとか絶対事務所が許してくんないでしょ、うん、まだキムタクジャニーズだもんな。そう考えたら面白いよね。なんかスマップ内でこうなんていうの、こう派閥みたいなのが生まれてるんだけど、森くんだけはなんか何子供じゃん、町内放送子供やん。コティさん、何町内放送が子供の声なの。白昆布さん、バカ野郎。まあ、いや何言ってるかよくわかんないけど。勝カレーさん、放送委員だろ。なんかさ、スマップ内で派閥みたいなのができてるけど、森くんだけもうどこのこうね、あれでもない、ハッピーさん、わら、みんなと絡めるみたいなさ。カレーさん、森は中立だからね。そうそう、中立っていうか、そうだよね。あとそのね、揉め事にコティさん、いろんな車あるから幸せ。揉め事にこうなんていうの、関与してないしね、そもそも森くんだけ。コージさん、早期に脱退したからわら。そう、コティさん、ブロックわらわら。でキムタクとかはさ、結局まだジャニーズ入ってるから事務所が絡みたくても絡ませてくんない。でもあの3人はさ、ハッピーハッピーさん、やってないんだから関与するわけないじゃんわら。3人とも普通に絡みに行ってるけどみたいな。ピーマンさん、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。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 
紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。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 紙吹雪の中でパーうるさい。そうするとコメントも何も見えなくなっちゃうけど、見えないっていうか聞こえなくなっちゃうけど、プルプル震えちゃってるかな。ちょっとさっぱりしたもん食いたいね。ちょっとホルモン油っぽいもんだからね、まあ、美味しかったけどちょっとなんかやっぱりねさっぱりしたもん食いたくなるな。ソフトクリームかシャーベットみたいな食いたいな。太りますけどね。
よいしょ。5時近くなるのか。暗くなんないかね。ふう。大丈夫かな。
よいしょ。